明日の洗濯天気予報をお伝えします。週末土曜日は洗濯物の外干しできるのかどうか確認していきましょう。それではまずは天気の流れからです。オレンジ色が晴れ、グレーが曇り、青が雨予想となっています。太平洋側の地域は朝から穏やかに晴れるところが多くなりますが、日本海側の地域は前線性の影響で雲が多くすっきりしない天気です。各地でにわか雨の可能性がありますので、空の変化に注意が必要です。特に低気圧の影響を受けやすい北海道はこの雨が長く降るところもある予想です。では各地の洗濯情報を見ていきましょう。そうしますと、にわか雨のある札幌、新潟、金沢では心配となっています。洗濯物は部屋干しが良さそうです。その他の仙台、東京、名古屋、高知、大阪、広島、福岡、那覇では OK となっています。週末の日差し有効にお使いください。各地の詳しいお洗濯情報はスマートフォンアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。